欧州のための憲法を制定する条約は欧州連合の統合憲法を制定することを目的とした未批准の国際条約である。この条約は既存の欧州連合条約を単一の文書に置き換え基本権検証に法的効力を与え従来は加盟国間の全会一致で決定されていた政策分野にも特定多数決を拡大するものであった。この条約は 2004年10月29日に当時の欧州連合加盟国25カ国の代表者によって署名された。その後、18カ国が批准し、スペインとルクセンブルクの国民投票でも承認された。しかし、2005年5月と6月にフランスとオランダの有権者がこの文書を否決したため、批准プロセスは終了した。反省の期間を経て憲法条約に変わるものとして、 リスボン条約が制定された。この条約には、もともと憲法条約に盛り込まれていた変更点の多くが含まれていたが、既存の条約の修正案として策定された。2007年12月13日に上院され、リスボン条約は2009年12月1日に発行した。欧州憲法条約は、アムステルダム条約とニース条約によって修正された。 主要な二つの基本条約であるローマ条約とマーストリヒト条約を一つの条約にまとめるということを原点としていた。近年のヨーロッパの将来に関する協議は欧州統合の最終的な目標についての議論を求めていたドイツ外相ヨシュカフィッシャーによる2000年のベルリンにおける演説により強く後押しされたとされている。具体的な作業は2001年12月の ラーケン宣言を受けて着手され、この時元フランス大統領、バレリー・ジスカールデスタンを議長とする、欧州憲法条約草案を作成する、欧州の将来に関するコンベンションが設置された。ジスカールデスタンは、コンベンションの参加者に対して、あなた方が生まれ故郷において、馬に乗ったあなたの像を建てることを望むのならば、欧州憲法条約の起草は、欠かすことができないことであると呼びかけたが、 このジスカールデスタンの発言は後に自らの出身国で総案に対する不支持が明確となった際に失笑を招くものとなった。そして2003年7月に欧州のための憲法を制定する条約案は発表された。その後欧州委員会委員長ロマーノ・プローディは諸国の統合の進化やより明快な機構モデルを盛り込んだ欧州憲法条約案について 指示を表明し、条約をペネロペプロジェクトと表現した。イタリアの議長国人期中における政府間協議で長期にわたった議論の後、特定多数決方式の枠組みについて対立が起きたが、欧州憲法条約最終草案が2004年6月に取りまとめられた。2004年10月29日、加盟25カ国の代表者53名は、ローマにおいて、 欧州のための憲法を制定する条約に署名した。多くは、元首が指名した首相や外相などの特命全権大使が出席したが、共和制の加盟国は元首である大統領が署名した。加盟国及び、加盟候補国における、批准の状況承認から、加盟条約の規定による承認議会における、手続きによる承認国民投票の結果による拒否。 国民投票の結果による国民投票実施の無期限延期国民投票実施の予定なし憲法の規定及び最高裁判所の過去の判決で実施が義務となっているアイルランドを除く他のほぼすべての加盟国は政権の指示を受けて議会または高度な政治手続きにより欧州憲法条約を批准しまた欧州議会も圧倒的多数で承認するはずであった実際に 議会での手続きで欧州憲法条約を承認した加盟国の数は多数を占めていた。ところが欧州憲法条約の発行にはすべての加盟国における批准承認が必要とされていた。最初に国民投票で市民の意見を示そうとしたのはスペインであった。スペインでの国民投票は投票率は43%にとどまったものの、 およそ77%が賛成して批准が承認された。しかし、イギリスでは首相のトニー・ブレアが2004年4月20日に予想されていなかった国民投票の実施を約束した。これは条約に反対する保守党と賛成の自由民主党が共に国民投票実施に賛成しており、この両党は貴族院において多数を占めていた。そのため貴族院は 総選挙後まで批准手続きを遅らせることができたのである。もしそうなれば労働党は国民投票実施に反対する唯一の政党という不利な立場で総選挙を迎えるということになりかねなかった。イギリスが国民投票を実施することを決めたことはフランス大統領ジャック・シラクに対する圧力となり、シラクもまたフランスで国民投票の実施を決断することとなった。 2004年10月29日、ローマにおいて欧州憲法条約調印式が行われたが、欧州憲法条約の発行にはすべての加盟国による批准が必要とされた。批准手続きは加盟国ごとに、報酬官や憲法上の取り決め、政治過程などによって異なる形式を有している。いくつかの加盟国では議会や国民投票が承認すれば、 原種も欧州憲法条約承認を求められることになる。しかし、ドイツでは議会が批准を承認しても国民投票を実施せずに批准の手続きを行うということに対して裁判所が審議していたため、連邦大統領は直ちに批准を承認することはしなかった。スロバキアでも憲法裁判所の要求を受けて大統領が条約を承認するということが保留されていた。 2005年1月12日、欧州議会は、法的効力を持たない者の,の欧州憲法条約について審議し、賛成500、反対137、危険40で承認した。リトアニア、ハンガリー、スロベニア、イタリア、ギリシャ、スロバキア、オーストリア、ドイツ、ラトビア、キプロス、マルタ、ベルギー、エストニア、フィンランドと当時加盟を予定していたブルガリアと、 ルーマニアは欧州憲法条約批准の議会での手続きを完了させていた。25加盟国と2加盟予定国の中で10カ国が欧州憲法条約についての国民投票実施を表明していた。そのうちいくつかは国民投票の結果に法的拘束力を持たせるとする一方でオランダなどの一部の国ではあくまでも諮問的なものとするとしていた。 このうち5カ国での国民投票が実施され、スペイン、ルクセンブルク、ルーマニアでは欧州憲法条約批准が支持されたが、フランスとオランダでは批准が拒否された。オランダの国民投票は法的効力を持たないものであったが、政府は投票結果を受けて欧州憲法条約を批准しないと表明した。フランスでの国民投票を受けて、 一部の加盟国が国民投票の中止、または延期を決め、イギリスでは外相ジャック・ストローがフランスとオランダでの結果を受けて国民投票を実施することに意味がないと発言した。他方で国民投票の手続きを進めた国もあり、ルクセンブルクでは2005年7月10日に実施して、僅差ではあったが、批准賛成という結果となった。二0五年九月十五日、 欧州議会議員、ヨハネス・ホッケン・フーバート・アンドリュー・ダフは次のような行動計画案を提示した。2議員の提案は欧州議会において賛同されず、2006年1月19日には熟慮期間中に反対とする国民投票の結果に加盟国が従うということについて意見を保留するという決議が賛成385票、反対125票で採択された。 2007年、加盟国は欧州憲法条約を断念し、既存の基本条約を修正することで合意した。2007年6月の欧州理事会の会合で、各国首脳は政府間協議に既存の条約を修正する新条約についての協議を求めることとなった。新条約は2007年末に協議が終了し、リスボンにおいて署名された。署名後、 改革条約と位置づけられる新条約、リスボン条約は各国において批准の手続きが進められている。フランスとオランダで拒否されたことにより欧州憲法条約の将来や発行は極めて不透明なものとなった。欧州憲法条約構想に対する身体が揺らぎ、停滞状態となった。しかしながら欧州憲法条約の発行なしで27。 各国にまで拡大しても欧州連合は機能し続けており、その観点からするとニース条約での改革の重要性が際立っている。フランスとオランダでの結果にかかわらず、ルクセンブルクではかねてより計画されていた国民投票が実施されたが、賛成票が上回ったもののその差が予想に反してわずかであるという結果になった。その後イギリスなど他の国では、 国民投票の実施を中止することになった。フランスとランダで拒絶されるという事態を受けて、そのような政治的状況で欧州憲法条約に対して国民投票で支持を確保できるかということについて、日増しに不安が増大していったのである。フランスでは欧州憲法条約拒否がジャック・シラクにとって屈辱であるとされた。欧州憲法条約はシャルル・パスクワやフィリップ・ドビリエといった 国家主権を擁護しようとするのはや、社会党のローラン・ファビウス、共産党、革命的共産主義者同盟、労働者の闘争党などが集まった反、グローバリゼーション運動から反対された。社会党は全党員による内部での投票で、賛成することを表明していたが、一部の支持者が第一、初期のフランスはオランドではなくローラン・ファビウスと行動を共にした。イギリス首相、 トニー・ブレアは欧州憲法条約を支持し、イギリスでの国民投票で批准を呼びかけようと動こうとしていた。ところがフランスとオランダでの批准拒否の結果を受けて、ブレアは2006年2月にオックスフォード大学での演説で次のように述べている。我々は党のてっぺんにある部屋の中に閉じこもってしまい、議論されてきたことを一般市民は誰も理解することができなくなってしまっていました。 ですが、欧州憲法条約は、ヨーロッパを市民に近づけるという合言葉で進められてきたものであることを皆さんに伝えたいのです。フランスでの投票結果が明らかになった日の晩、私は友人とイタリアにいました。そして誰かがやけになってこう言ったのです。一体彼らはどうしたと言うんだと、この彼らというのはノンに投票した人たちのことです。 そこで私はこう答えたのです。ひょっとしたら私たちがどうかしているのかということなのかもしれない。ここでの私たちというのはヨーロッパの首脳のことです。とニー・ブレア。翻訳は引用者による改革条約が発行に失敗した欧州憲法の打開策として提示された2007年6月の時点でオーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、エストニア、ギリシャ、 ハンガリー、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ルーマニア、スロベニアが議会や国民投票などの手続きを済ませて欧州憲法条約の批准を完了していた。フィンランド、ドイツ、スロバキアは議会での批准手続きを完了させていた。これら以外の加盟国はフランスとオランダでの拒否を受けて批准手続きを凍結していた。 最終的には18カ国が批准書帰宅、または国内での批准手続きを完了させ、7カ国が批准手続きの無期限延期、2カ国が批准拒否という結果になった。フランスとオランダでの欧州憲法条約否決は、両国が欧州連合でも中心的な役割を果たしていると考えられていた。ことからヨーロッパ中に動揺をもたらした。 両国で市民の支持を得ることに失敗したことにより、欧州憲法条約は再検討を余儀なくされた。再検討の結果、4つの考え方が提示された。一つ目として、事態の収拾のために当面は何もしないというもので、これにはイギリスとドイツが賛成した。次に、反対勢力に欧州憲法条約をそのまま、あるいはほぼ変わらない形で受け入れるよう説得を。 心見るというもので、当時議長国だったオーストリアがこの案に意欲を示していたがこの案は非現実的であるとされた。三つ目として、欧州憲法条約を受け入れやすいように全面的に書き直す案が挙げられたが、一からやり直そうと考える国はなかった。最後に、フランス大統領、ジャック・シラクは、ドイツ連邦首相、アンゲラ・メルケルにバラバラにする、つまり、 欧州憲法条約を消化しやすいものにして続きで賛否が分かれにくくなるような形にすることを提案したが、メルケルはドイツが議長国となる2007年まで待った方が良いと判断した。2006年6月にイタリア首相に戻っていたロマーノ・プローディは欧州憲法条約が大幅に改定されるだろうが、一方で翌年のフランス大統領選挙が終わるまでは保留するべきだと述べた。 アマートグループは2007年6月4日に、現行のマーストリヒト条約の差し替え、現行のローマ条約の修正、欧州連合基本権検証の法的拘束力の付与を提案した。2007年6月の欧州理事会では、欧州憲法の将来について協議され、議長国ドイツは欧州憲法条約に変えて、改革条約の採択を提案した。 欧州のための憲法を制定する条約は全文4つの部付属議定書からなる。協議の段階において欧州憲法条約全文の第1問目は次の言葉が用いられていた。我々が持つ憲法は民主主義と呼ばれるものである。なぜなら国家は少数の国民ではなく大多数に合わせるものだからである。ペリクレス、トゥキデデス、戦士、 第2巻37しかし戦士での文脈が曖昧であるためこの言葉を用いることに意見が分かれた。結局政府間協議において欧州憲法条約の最終草案からこの言葉は削除された。欧州憲法条約のそもそもの目的は欧州連合の機構体制を改めるということにある。加えて2004年の東方拡大後も欧州連合の 行動能力の維持のために連合内部での協力体制を強化することや、個々の加盟国の拒否権発動を減らすことや、民主的な関与を深めるために、欧州議会の権限を高めることも目的となっている。欧州憲法条約ナス -1 条によると、欧州連合の正当性は、ヨーロッパの市民と加盟国から付与されるものである。このことを示すのが、 欧州議会と欧州連合理事会の併存である。すなわち、欧州議会が市民による直接選挙で選出されるのに対して、欧州連合理事会は加盟国政府によって構成されるという形で表されているのである。欧州連合の政策執行機関は超国家的な権限を与えられている欧州委員会であり、その委員は欧州理事会が任命し、委員会の人事に対して、 欧州議会の承認を要する。欧州議会は欧州憲法条約において最も権限が強化された機関の一つである。大愛 -20 条第1項では欧州議会について欧州連合理事会とともに立法を行い、財政についての権限を行使するとしている。立法過程において欧州議会と欧州連合理事会が 同等の権限を持つことになる共同決定手続きが新たに正式な立法手続きとされ従来35の政策分野についてしか用いられなかったのが92分野において用いられることになった。とりわけ共通農業政策と警察、刑事司法協力分野においては欧州議会の扱う権限が高められた。ただしその一方で共通外交。 安全保障政策分野については欧州連合理事会が排他的に扱うということに変更が加えられていない。財政に関しては欧州議会は新たな権限を与えられた。従来は共通農業政策以外のすべての歳出についての権限が与えられていたが予算全体の46%を占める農業部門においても欧州議会の関与が認められるようになった。 これによって欧州議会は欧州連合の支出すべてについて決定権を握ることになったのである。しかしながら依然として予算総額を独自に増額したり欧州連合としての新たな税を導入したりすることはできない。これは歳入についての権限が欧州連合理事会に付与されているためである。欧州憲法条約では加盟国ごとの 欧州議会議員の人数の割り当てに関する規則について欧州理事会で決定することとしている。議席配分は低減ピレの原則によって決められており、人口の多い国ではその人口一人あたりの欧州議会議員数が人口の小さい国のそれよりも少なくなっている。全体の定数については2009年の選挙で選出された欧州議会においては750を 下回るようにしなければならないと定められた。欧州議会における採決方法は欧州憲法条約においても変更がなされなかった。立法、欧州委員会委員長の選任などの通常の採択には投票数の絶対過半数、立法についての第二読解では選任された議員の絶対過半数、欧州委員会に対する不信任決議などの一部の 例外では3分の2以上の多数がそれぞれ必要となる。加盟各国の国家元首、または政府の庁で構成され、年4回の定期会合を開く欧州理事会は、欧州統合を推進する重要な役割を持つとされる機関である。しかしながら、これまで欧州理事会は加盟国の閣僚で構成される欧州連合理事会とは異なり、 欧州連合内の基本条約上の機関ではなかった。そこで欧州憲法条約では欧州理事会を正式に欧州連合の機関とすることを定めていた。欧州憲法条約では欧州理事会は欧州連合の推進力を与え政治的方向性と優先順位を定めるが立法的な機能は許さないとしている。欧州理事会の使命は連合の構造調整や 新規加盟、連合における新たな役割についての基本的な決定を行うことである。また、欧州理事会は欧州委員会委員長を指名する。欧州理事会は原則として全員一致で決定を行う。欧州憲法条約における重要な変更点は常任の欧州理事会議長を設置することである。議長は欧州理事会の特定多数決で選任され、 任期は2年半というものであり、従来の議長国首脳が半年ごとの臨番制で担っていたものを改めることになった。これにより、欧州理事会の活動の効果が向上することになる。従来の半年間の議長性は、議長の交代ごとに政治方針の重心や考え方が変化することが起こるために不都合であり、また他方で欧州理事会議長は、 自国の首脳としての役割を同時にこなすために二重の負担となっていた。常任議長のもとでは任期が延長されたことにより欧州理事会の会合に向けた各国首脳間での効率的かつ継続的な調整を行うことができるようになる。さらに常任議長は欧州連合の主要な機関の一つとしての欧州理事会の顔となり、 国際紛争や重要な内部決定などにあたってメディアや市民に対して欧州連合としての行動についての説明を行う役割を担うことが期待された。ところが欧州理事会及び議長は日常的な政策や立法過程に介入することはできない。これらは欧州委員会、欧州連合理事会、欧州議会がそれぞれ扱うものである。この点については 欧州憲法条約の基礎段階で全加盟国首脳が背後にいる欧州理事会議長と欧州委員会委員長とが協合するという批判がなされていた。欧州連合理事会は加盟国の閣僚で構成され、閣僚はそれぞれの担当政策分野ごとの理事会において協議を行う。このため非公式ではあるが閣僚理事会とも呼ばれる。理事会の主たる使命は欧州議会と 同じく立法を行うことである。原則として、欧州議会の発言権が小さい、あるいは全くない場合には、欧州連合理事会では、全会一致での採決を要し、共同決定手続きにおいては、欧州連合理事会では、多数決が用いられる。欧州憲法条約では、後者の方法を、通常の立法手続きとなるため理事会では、 特定多数決方式による採択が用いられるが、一部の例外的な事案においては個別の加盟国に拒否権が認められる。また安全保障、防衛政策や税制についての事案では、全会一致での採択を要する。欧州理事会と異なり、欧州連合理事会においては、半年ごとに議長国が交代する臨番性が維持される。一方で新設される。 外務理事会は、任期5年の連合外省が議長を務める。特定多数決欧州憲法条約で大きく変更されたのは、欧州連合理事会における採決法である。いわゆる、特定多数決方式において、各国の意思がより反映されるようになり、従来に比べて少数派の意見が重視されるようになった。ニース条約で定められた、票数配分は、恣意的なものであり。 欧州憲法条約では廃止されることになった。ニース条約の下での特定多数決方式では、加盟国の半数以上全345票中255票以上、賛成に票を投じた国の人口の合計が、欧州連合の域内人口の62%以上のすべてを満たして、可決とされていたが、欧州憲法条約では、いわゆる、 二重の多数決の原則により加盟国の55%以上賛成に票を投じた国の人口の合計が欧州連合の域内人口の65%以上の両方を満たして可決となる。ニース条約では可決のための要件が3つとなっていたが欧州憲法条約ではそれが支持国数と人口の割合の2つとなった。これについてはまず二重の多数決は 欧州連合が市民と加盟国という二重の性格、ダブルチャークターによるものとされている。次に可決阻止少数の要件が軟化したことにより、意思決定が容易になった。三つ目として力関係に変動を与え、大国と小国は中間的な規模の国が不利となるような影響力を持つようになった。規模の点で不利となる国はオーストリアからスペインの間に位置づけられる国で、 特に、スペインとポーランドは、ニース条約の下での票の割り当て数は大きな影響力を持っていたが、欧州憲法条約によって両国は反対を押し通すことが困難となった。つまり2007年1月の時点で事案を否決しようと、すれば反対が91票以上となればよかったものが、欧州憲法条約の規定では自らと自らに同調する国で、 計13カ国を集めるか、自らを含めて同調する、国の人口がおよそ1億7500万人としなければ、ならなくなる。欧州連合理事会の特定多数決方式は、政府間協議の場において、主要な議題となっていた。2004年のスペイン総選挙で、ホセ・マリア・アスナール政権が敗れて、親欧州連合派のホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロが、首相に就いたことで、この議論は、 強引にこぎつけることができた。欧州憲法条約による変更では、外務理事会と連合外相職が新設される。従来加盟国の外相は、総務、対外関係理事会において、連合の全般的な事案や外交政策について、協議してきたが、欧州憲法条約の代案 -24 条では、総務理事会と外務理事会に分けることを定めた。 総務理事会の議長は従来と同じく議長国の閣僚が半年ごとの臨番制で務めることになっているが外務理事会の議長は新設される連合外相が務めることになる連合外相は任期を5年とし欧州理事会における特定多数決で任命されるこの変更により従来行われてきた欧州連合の外交についての調整という問題が解消される少なくとも 相手に通告するということをせずに独断的な決定を行うということが頻繁にあったため、これまで政府間での調整不足がたびたび起こっていた。また欧州連合という一つの組織の中で、共通外交、安全保障政策上級代表、欧州委員会対外関係担当委員、総務、対外関係理事会議長という三つの役職が、並立し、それぞれに、 外交政策についての権限や発言権があるということが状況をより分かりにくいものとしていた。連合外省は、欧州連合の外交政策における、気候間の対立を取り除くために、これら3つの役職を統合して新設されることになる。さらに、連合外省は、外務理事会の議長、欧州委員会の副委員長、対外関係担当委員も兼ねることになる。 この兼務体制により欧州連合の外交政策における難しい調整を牽引することができるとされている。さらに第3-296条第3項では欧州対外活動局の設置が定められており、欧州対外活動局は連合外省の下に置かれ、加盟国の外務担当機関の権能を奪わない、限りにおいて協力して任務に当たる。欧州対外活動局は、 職員と組織の面において、既存の欧州委員会の対外関係機関よりも充実したものとなるが、細部の運営にあたっては、欧州連合理事会の決議に委ねられている。欧州委員会は従来と同じく、調整、執行、運営についての機能を実行する。また例外的な事案を除いては、連合の立法行為は、欧州委員会の提案に基づいてのみ採択される。 ただし発議権の例外は欧州憲法条約において削減されているため欧州委員会の機能は強化されることになる。委員会の任命手続きについては大きな変更がなされていない。委員会の任期は5年で欧州議会議員選挙の後に欧州理事会は新たな欧州委員会委員長を指名し、その委員長案を欧州議会は承認。 または拒否のいずれかを採択しなければならない。欧州議会が新委員長案を否決した場合は、欧州理事会が改めて新委員長候補を提示することになるが、それにあたって欧州議会が独自に候補を指名することはできない。欧州議会の承認を受けた後、新委員長は各加盟国から出された意見を考慮して委員会の構成員を指名する。最終的には、 委員会全体として欧州議会の承認を受けて新委員会の発足となる。任期中に委員長は個別の委員を解任することができるが欧州議会は不信任決議でもって委員会全体を総辞職させるという方法しか持っていない。欧州委員会に関連して欧州憲法条約で大きく変更されたのは委員の数の削減である。従来の制度においては 各加盟国から1名ずつを欧州委員会の委員としており、2007年の拡大で委員の数は27にまで増加した。ニース条約において、各国首脳は加盟国数が25を超えた時には、もはや各国から委員を出す必要はないということで、合意していたが、その代替となる具体的な制度が定められていなかった。欧州憲法条約では、輪番制を原則とし、 委員の数は加盟国数の3分の2とすることが規定された。とりわけ規模の小さい国にとって委員会の規模を縮小するということは非常に重大であった。欧州連合理事会における多数決についての制度に、ついでこの委員会の削減は政府間協議で大きな争点となった。そのため、委員数の削減を実施するのは2014年以降とすることで妥結され、 それまでは従来同理各加盟国から一名ずつ委員を出すことになった。また輪番制の原則についてどのように実施するかということは政府間協議で明確にすることができず、その後の欧州理事会の決定に委ねることとなった。輪番制の原則について定められたのは、加盟国は委員の選出にあたっては完全に平等なものとして扱われるが、 将来における歴代の委員会は連合加盟国の人口統計的かつ地理的な幅を満足させるように構成されるものとするということにとどまった。この条文は国の規模の大小、北方、南方、富裕、貧困といった均衡が取られていなければならないと解釈されている。欧州憲法条約では気候改革のほかに新たに欧州連合の権限について整備したり、 加盟国間での協力関係のあり方を構造化したりすることがきとされている。以下はそれらの中でも重要な変更となるものである。欧州連合は原則として基本条約に明文化されている権限しか許さないものとされている。従来の基本条約ではそのような権限は特定の条文においてではなく条約全体で記述されていた。 このため条約の解釈が困難なものになっており、また詳細な連合の権限の範囲が不明確であった。欧州憲法条約では、ドイツ連邦共和国基本法に習い、連合の権限を体系化した、権限の類型を盛り込むことでこの問題が解決した。大愛 -12 条では権限を排他的、共有的、支援的なものに区分している。まず排他的権限とは、 連合だけが単独で権限を持つものである。次に共有的権限とは、連合が権限を持つものの、加盟国がその根拠となる法を採択するものであって、連合では法を作成し得ないものである。最後に支援的権限とは、連合が加盟国の行動を支援、調整、保管するための権限で、連合がそのための立法を行わないものである。このほか国家間の経済、 雇用政策や外交、安全保障政策の分野について言及されており、連合は欧州連合理事会における全会一致での採択でもってのみ指針を策定することができるとされている。大ス -13 条から17条では、連合が政策分野ごとにどのような権限を持つのかということについてまとめて列挙されている。排他的権限の中には通商政策と 関税同盟が挙げられ、次に共有的権限では、域内市場、農業、エネルギー、運輸、環境、消費者保護を対象としている。最後に支援についての領域には、保険、産業、教育、防災が含まれている。欧州憲法条約では、欧州連合が総体として、義務的に行う、活動のための連合の目的と価値が大会いマイナス2条において、 以下のように定義されている。連合は、個人の尊厳、自由、民主主義、平等、法の支配、少数者とされる人々の権利を含む人権の尊重を基礎として成り立つものとする。これらの価値は、多元主義、非差別、寛容、正義社会連帯、男女同権を特色とする社会にある加盟国すべてに共通するものである。 大愛マイナス3条では連合の目的が謳われており、その中には平和の推進、自由で、歪曲のない競争がなされる、単一市場の創設、経済成長、価格安定性、社会的市場経済、環境保護、社会正義、文化の多様性、世界規模での貧困の撲滅、国際法の発展が挙げられている。欧州憲法条約の大愛マイナス12条において、 規定された補完制限則と比例原則はすでにマーストリヒト条約において謳われていた。補完制限則とは加盟国の行動目標が中央の次元及び地域、地方の次元のいずれにおいても十分に達成できないもので連合の次元においてならばよりよく達成できるものである場合に限って連合が行動することができるというものである。 つまり連合は地方政府や加盟国の中央政府といった会の次元で適切に実施できないが欧州連合としてならば十分に実行することができるというような場合にのみ加盟国の任務を実行することができるのであるこの時の十分というものは個別の事案ごとに欧州司法裁判所が判断する欧州憲法条約で変更された点については補完性及び 比例原則の適用に関する議定書において詳細が記述されている。保完性の確保のために、とりわけ加盟国の国内議会の権限が強化された。欧州委員会が法案を提出してから6週間以内に、国内議会はその法案に対して反対する理由を述べることができる。一院正議会においては2票が、二院正議会においては、各院に1票ずつが割り当てられ、 全体の3分の1以上が反対とした場合、欧州委員会は法案を再検討しなければならない。欧州委員会は国内議会による反対を拒否することができるが、その場合は理由を挙げなければならない。最終的に保管制限則を確保する役割を担うのは従来と同じく欧州司法裁判所である。加盟国あるいは地域委員会は、 欧州司法裁判所に対して訴訟を提起することができるが、国内議会は自らが提訴することはできず、加盟国政府を通した形で欧州司法裁判所に訴えることになる。欧州憲法条約では大会 -44 条において強化された協力が新たに制度化された。この制度化は、ある行動計画が欧州連合全体として実施することができない。 場合における複数の一部加盟国での統合の措置と解釈されている。強化された協力のモデルとなっているのは宣言協定と経済通貨統合であり、これらは他の欧州連合の統合過程に先駆けて一部の加盟国ですでに実施されているものである。欧州憲法条約では初めて必要な場合において欧州連合の統一された法令や基本法の 枠組みにおいて、実行にズレが出るような統合についての手続きが規定された。加盟国の3分の1が集まった場合において、その参加国は、自らのみに、有効な法令を定め、欧州連合の機関を利用することができるようになった。また強化された、協力の新しい特殊形態として大 i マイナス41条第6項に規定されている、共通外交。 安全保障政策の枠組み内における高級的な構造化された協力がある。従来の基本条約体制において国際法人格を有していたのは欧州共同体であって欧州連合には法人格がなかった。そのため欧州共同体は受験された範囲内で法的拘束力を持つ決定を行うことができるが欧州連合はあくまでも 統括機関としてしか活動することができなかった。特に外交政策において国際法人格がなかったために欧州連合は独立した機関として行動することができず、ただ加盟国の集合体というものに過ぎなかった。欧州憲法条約では欧州連合に法人格が付与されることになっている。これにより欧州連合は国際法の主体として 外務理事会の全会一致での決議がなされた上で、国際条約や協定に署名し、また、欧州対外関係局を通じて、他国との外交関係を構築したり、欧州評議会や国際連合といった国際機関に正式な参加者として加入したりすることができるようになる。欧州連合基本権検証を欧州憲法条約で第2部として組み込まれることになる。 欧州連合基本権検証において大きな変更がなされることになる。基本権検証は2000年のニース欧州理事会において採択、交付されたものだが、検証自体は法的効力を持つものではなかった。欧州憲法条約によって基本権検証は欧州連合全体において拘束力を持つものとなる。基本権検証の内容は、 人権と基本的自由の保護のための条約に倣い、一部は発展させたものとなっており、ドイツ基本法のように基本権を類型化したようなものに近くなっている。ただし第2-113条では有利性原則について規定されており、基本権憲章は基本権の障害となることがあってはならないとしている。つまり、基本権憲章と加盟国の憲法のような他の 基本権類型を定めたものとが競合する場合、原則としてそのいずれかのうちでより有利な規定が適用されることになる。欧州憲法条約第 i-9 条第2項では欧州人権条約への欧州連合の加入がきとされている。欧州人権条約の加入については、とりわけ欧州評議会の考え方に関連して、 連合の政治的価値の定義に言及した1961年のビル・ケルバッハ報告以来数十年にわたって議論されてきたが、その間欧州人権条約に加入することはなかった。もっとも欧州連合が欧州人権条約に加入するには欧州憲法条約によって付与されることになる独自の法人格が必要である。また欧州連合が人権条約に加入するには 人権条約の第59条第1項の欧州評議会の加盟国にのみ解放されているという規定を修正する必要がある。この修正は人権条約の第14議定書でなされることになっているが、ロシアが批准を完了していないために議定書は未まだ発行していない。結局のところ欧州連合が欧州人権条約に加入しようとするには特別な 国際条約についての協議がなされなければならず、またそのためには欧州連合理事会において加盟国が全会一致で批准を決議しなければならない。最終的に欧州憲法条約が発行してもそれぞれの加盟国が具体的な加入条件に反対することができるため、加盟国は欧州連合が欧州人権条約に加入することについての拒否権を持つことになる。 直接民主的な要素の追加点として、大 i マイナス47条第四項において、ヨーロッパ規模での市民の請願についての規定が導入された。これにより、欧州委員会に対して、特定の問題について、適切な法案を提出するよう求めることができるようになる。請願を提出するには100万人の署名が必要である。市民の請願が提出された場合、 欧州委員会は自らの権限の範囲内において行動することができる。ただし欧州連合の枠組みを超えた権限の拡張は認められない。欧州憲法条約大イマイナス60条では加盟国の任意の脱退について規定され、これにより従来は明文化されていなかった脱退が可能かどうかについての曖昧な状態が解決されることになった。加えて、 欧州憲法条約では厳格な加盟基準による要件が盛り込まれた。大愛マイナス58条によると将来において加盟を希望する国は欧州連合の価値を尊重しその価値を共に実現させていくことを確約しなければならない。これに対してニース条約による修正がなされたマーストリヒト条約の第49条によると原理を尊重する。 どのような国ならば、加盟を申請することができるとされている。つまり、原理の推進についての明確な義務が含まれていないのである。欧州憲法条約では、ある加盟国においてその国の政治が連合の価値に合致しないという場合についての規定が新設されている。大愛マイナス59条では、当事国以外のすべての加盟国と欧州議会の3分の2による採択により、 当時国の投票資格を停止することができると定めている。ドイツ基本法の連邦強制にちなんで、この手続きは俗に連合強制と呼ばれることがある。ところが、この比喩的表現は誤解を招きかねないものである。ドイツの連邦強制は、連邦のために連邦州に対する権限を与えるものであるが、欧州連合の連合強制では、 新たな権限を付与するというものではなく、ただ加盟国の既存の権限を停止するというものである。欧州期、歓喜の歌欧州憲法条約での様々な変更の中でも特筆されるのは連合のシンボルである。欧州連合のシンボルについて大会マイナス8条で規定され、欧州連合の基本条約において初めて正式に明記されることになった。 さらに欧州連合の法についての概念も改められ、規則や指令といった特殊な表現に変えて、欧州法や欧州枠組み法といったものが用いられることになった。欧州憲法条約は様々な政治的立場との間で衝突しており、特に加盟国の市民の間では批判が増加していた。批判には様々な要素が含まれており、正当性から、 条約の名称といったものまで多岐にわたっている。批判の中には、欧州憲法条約が、現行の国内憲法と比較して長大で、複雑であるということを強調するものがある。例を挙げると、アメリカ合衆国憲法が4600語であるのに、対して、欧州憲法条約は付属の宣言書や議定書を含めて16万語にも及んでいる。さらに条文も極めて複雑で、 そのために、欧州憲法条約の内容を解説するための本が出版されているほどである。これに対して、欧州憲法条約を支持する立場からは、新条約は廃止されることになる、従来の基本条約よりも短くなると反論している。欧州の将来に関するコンベンションに対して、通常の民主的な国家とは異なり、参加者が選挙で選ばれたり承認されていたりしていない。 点について批判がある。コンベンションには見かけだけの透明性しかないというものである。こうの会議であるにもかかわらず何らかの決定も行っておらず、また議事の記録も残されていない。ルクセンブルク首相ジャンクロード・ユンケルは、コンベンションは壮大な民主主義賞と宣伝されることになるだろう。私はコンベンションよりも暗い暗室は見たことがないと述べている。 国民投票の実施と議会での批准採択の時間に差があることにより最も都合の良い時期に批准することが可能である。これはすなわち国民投票の結果を欧州憲法条約支持側の都合に合わせて操作することができるということを意味する。また国民投票で先に結果を出しておくことで議会に対して圧力をかけることができる。例を挙げると世論調査や 試験投票で賛成が多かったことを受けて早い時期に国民投票を実施したスペインや直前のドイツの議会における批准手続きの結果を必要推進力として望んだフランスの国民投票などがある。ドイツでは国民投票を実施せず早期に批准したことにより批准への影響を及ぼしかねないような欧州憲法条約への批判の形成や本格的な議論が阻止された。 欧州憲法条約の賛成派と反対派との間で資金面での講演やメディアでの露出に大きな差があったが、このことは全ての加盟国において批判の対象にはなっていなかった。フランスでは賛成派がメディアにおいて明らかに多くの放送時間を得ていた。また、ドイツでは欧州憲法条約の内容についての公開討論会がほとんど行われていなかった。 欧州憲法条約、ユーロ、移動の自由、国家の権限削減に対しての反対を複数の言語で表している法の中でも最高位のもので、啓蒙という意味における社会契約である憲法という名称を用いることにより、欧州憲法条約がニース条約といったこれまでの基本条約の流れを組むものではなく、新しいものであるということを示唆している。条約であれば、 その構成概念は目的のための手段となるが、憲法という名称を用いると定義上、その構成概念が自己目的となる。ところが、欧州憲法条約では、欧州連合の内部における公共性ではなく、市場や通貨圏といった目的を定義するものとなっている。欧州憲法条約について批判する論拠は、欧州連合の民主性についての構造にあり、 ギュンター・フェアホイゲンは、欧州連合が我々に参加を求めるならば、それは民主的に不十分だと言わなければならないだろうと述べている。民主的に不十分であるというものの具体例には、以下のようなものがある。他方でこの批判は、条約と憲法という概念についての主観的に知覚される言語表現の内容、つまり内法的意味と外縁的意味によるものである。 マーストリヒト条約やその後の基本条約は法律的な意味において事義とは異なり欧州連合の憲法である。そのために欧州司法裁判所や法律家はヨーロッパの憲法的条約と表現する。どのような名称であろうが、どのような機関に適用されていようが、そのようなものには関係なく法学的な視点からすれば憲法は歴史的に法秩序における。 最初の法、つまり法を策定する過程において最初の段階であることに他ならない。本条約で憲法を制定する条約という表現が使われている理由には以下のようなものが挙げられる。欧州憲法条約の内容に対しては様々な組織、団体、政治家が激しく批判している。左翼団体からの批判批判でも多くを占めるのが欧州憲法条約は 社会の利益や民主主義に反し、軍事化を進めるというものである。また基本権検証における社会権は、ただ単に一般的な原則とみなされているものに、過ぎない、つまり発行しても裁判で主張できたり法的な拘束力を持っていたりするようなものではないため、基本権検証自体やその後の部で具体的に規定されている。最重要である労働者の権利は、 実際には域内における国境を越えて行使できるようなものではない。確かに第3部第3章第2節の第3-210条第1項には以下のように規定されている。しかし道場の第6項において道場は賃金、団結権、ストライキ権、ロックアウト権については適用しないとしている。第1項のとは規則や指令、あるいは 欧州司法裁判所の判断によって、初めて有効となり、第3-211条、212条で、連合全体として対応することになる。欧州憲法条約では、意思決定や法案作成について、欧州議会と欧州理事会や欧州委員会の間での権限の関係が変更されておらず、民主的参加の機会や連合における確固とした、権力分立の導入が禁止されている。 第3-304条では欧州議会は連合の軍事行動について質問を行うことを認めているが決定を行うことはできない。このことから外交・安全保障分野における欧州議会の位置づけにより連合の軍事化が進められているということが第3の批判となっている。ニース条約では欧州連合の基金を軍事目的で使用することを明確に禁止していたが 欧州憲法条約では連合の軍事的選択権が財政の面においても保障されている。大愛マイナス6条では連合の法律は加盟国内の法律に優先するということが定められている。ドイツ基本法では侵略戦争を禁止し、そのような行為は処罰される。欧州憲法では大愛マイナス41条において連合の軍事的な統制について訴い、軍事機関と 中核ヨーロッパの概念を持つ適切な機構の構築を定めている。さらに軍事力の向上についての加盟国の義務と、連合の軍事的使命の拡張、軍事行動の要件緩和に対して批判されている。第3-376条では、欧州司法裁判所は連合の軍事行動について、管轄しないということが定められている。さらに第3-177条で、 規定されている開放的な自由競争市場経済の原則についても新自由主義的な経済政策に委ねるものだという批判がある。開放的自由競争市場経済政策や大 i マイナス3条第3項にある経済成長は欧州憲法条約の目的として受け止められている。そのため欧州憲法条約は社会福祉、環境保護、 労働政策と激しく競合するということができる。しかしながら、これについては、欧州共同体の時代から経済を通じて、加盟国の統合が図られてきており、第3-177条は、従来の条約を書き写したものに過ぎないという、反論が可能である。域内市場におけるサービスに関する指令や生産、販売国法的要原則といった規定は、 欧州憲法条約に根拠を求めることができるが、このような規定は、賃金、社会保障、品質管理、労働安全衛生の面でも競争を引き起こすことになる。その上これらの基準を満たす企業は、競争に持ちこたえられなくなり、その結果として自由市場は競争の歪みをもたらすことになる。つまりある国においてその国の労働者は低賃金、高物価についていけず、 企業の対応も、ままならずさらなる失業につながっていき、ついには、賃金、品質水準、社会水準が、連合内での最低のところにまで低下していくことになるというものである。また財産権に対する公共の福祉による制限に、相当する規定がないことも批判されている。これについて、欧州憲法条約の賛成派は、第、 2-77条第1項と大愛 -3 条第3項は共に連合の社会的目標を謳っており、これらの規定から制限を導き出すことができるという意見を持っている。リベラル派団体からの批判リベラル派団体からは欧州議会の権限が不足しているという点からの批判がなされている。またリベラル派の観点からは欧州憲法条約において、 市民権が制限されているという批判がなされる。確かに子供の権利については触れられているが、欧州憲法条約では保護の対象としてしか挙げられていない。若者の政治参加を認めていないというものである。リベラル派の一部には、欧州憲法条約が頂戴すぎることについて批判している者がいる。いわゆる、規制の狂乱という批判が認められなかったのである。 憲法というものは枠組みだけを提示するべきで細部全てにまで定める必要はないという考え方によるものである。一方でリベラル派の意見による開放的な自由競争市場については社会的な要請により抑えられている。保守、教会派からの批判保守派からは欧州憲法条約にキリスト教の根底的要素についての言及がないことについての批判が大きくなっていた。 この批判はバチカンだけでなく、ポーランドなどカトリックの多くの地域から出された。またローマイコールカトリック教会の他に、ドイツ福音教会も欧州憲法条約で神について言及するよう求めた。ドイツ福音教会は欧州憲法条約において、神に対する責任とユダヤ・キリストの伝統の意義について明確に示すという立場を変えることはなかった。ところが、 ドイツ連邦首相、アンゲラ・メルケルは、欧州憲法条約において、神についての言及がなされるという見込みはないと、述べている。さらに、保守的な欧州会議派からは、国民国家の主権制やトルコなどの新規加盟について疑問が提され、地域の慣習が失われるのではないかと危惧する見方が、出されている。また基本権憲章に対して保守派団体から批判が、出されている。 第2-75条にある労働の自由について、キリスト教社会同盟系の団体が東ドイツの名残だと評している。欧州憲法条約に対して批判的な立場を取っているとして知られている人物には、哲学者、ジャンボードリアール、キリスト教社会同盟所属議員、ペーター・ガウバイラー、左翼党議員団長、オスカー・ラフォンテーヌ、チェコ大統領、 バーツラフ・クラウスがいる。左翼党は、欧州憲法条約について、新自由主義的で軍事拡張を義務としている条約で、あるとみなしている。市民運動団体メア・デマクリッツは、批准手続きについて、民主的ではなく、また、投票結果が操作されやすいと非難し、また、欧州憲法条約の権力分立が不十分で、外交、安全保障政策の分野において、 民主的な土台がなく、政策決定の大部分が固定化されていると批判している。非政府組織アッテックが反対した主な理由には、軍事拡張を推し進める、正確、新自由主義、経済的なものも含めた、ヨーロッパの利益の実現のための対外派兵と民主的原則のかける、中流の可能性が挙げられる。ありがとうございます。